桶川飛行学校平和記念館は埼玉県桶川市にある文化財を復元した記念館。熊谷陸軍飛行学校桶川文教場1937年6月に熊谷陸軍飛行学校桶川文教場として竣工され1945年2月まで使用された。その後同年には特別攻撃隊の訓練施設として使用されるようになった。 戦後は1946年頃まで GHQ が進駐していた時期を経た後、長らく海外からの引き上げ者や生活困窮者などを受け入れる市営住宅として改修され、2007年3月まで使用されていた。その後市は建物を解体撤去してさら地にして国に返還する予定であったが、旧陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会が中心となって集めた。 施設の保存を求めるおよそ1万4000人もの署名を受け、市はその保存に方針転換。2010年に国より土地を買い取り、保存計画案を策定し、基金条例を設けた上で2016年2月29日には、主営胸、社庫胸、弊社胸、便所胸、弾薬庫の5胸が、おけがわ指定文化財となった。 づくり大学技能工芸学部建設学科が主導のもと建物の解体調査や各種設計図書の作成が行われた後復元整備工事が2018年から2020年にかけて行われ2020年8月4日に開館した。